皆さんこんにちは。こんにちは。今日はロピアね。11月29日に名古屋の港区に新しくロピアがオープンしたのだ。半径500メートル以内にスーパーが3店、とんでもない競合地域なのだ。この金末と立ち会ってスーパーは初めて聞くわね。どちらも東海3県で営業するスーパーで、金末は愛知県一宮市、立ち会は名古屋市中区に本社があるみたいだね。金末はビッグみたいなもんだよ。低価格路線ってことね。立ち会は行ったことがないからわかんないけど、こちらも同じ感じらしいよ。ここが愛知県1号店、どんどんお店を増やしていくんだろうね。地元スーパーは踏ん張りどころね。そんな感じでロピアの話をしたけど、今日行ったのは柳津店。でかいピザが売ってたから買ってきたのだ。このマスコットって誕生日がいい肉の日なのよね。鶏がフライドチキン、牛がステーキを笑顔で宣伝するのに通じる哀愁があるよね。値段は1万400円、平日はチーズが増量されてるって書いてあったよ。小文字の R ってどういう意味かしら。なんだろう、全く気づかなかったのだ。直径はスーパーで見かける薄いタイプのピザと同じくらいだね。ピザがあるのにピザを買ってきたの？ダブルピッツァだね。じゃあ中身を確認していこう。美味しそうなピザね。買った時はまだ温かかったんだけど、ピザ冷めちゃったね。そのあたりは食べながら考えましょう。そうだね。直径が30センチ、重さは 435g ね。うちにはピザを切る道具がないから包丁で切っていくのだ。あれって名前があるのかしら。多分ピッツァカッターとかそんな感じじゃないかな。多分違うと思うわよ。こんな感じでいいかな。普通になっちゃったわね。やっぱピザって箱に入ってた方がしっくりくるね。ではいただきます。はい、どうぞ。チーズがたっぷり乗ってるだけあってチーズチーズしてるのだ。さっき見せた200円くらいのより美味しいよ。値段が倍だからそこは仕方ないかしら。宅配ピザ屋さんのピザと比べても負けてないと思うのだ。あれって値段結構するものね。そうだ、バローにスイートバジルってのが売ってたから買ってきたよ。ピザに乗ってる香草よね。この美味しい葉っぱがあれば完璧なのだ。生のままでいいのかしら。うわ、まつ。まずいの？爽やかな草の味がピザと全く合わないのだ。火を通さないとダメだったのかな。草。じゃあロピアのピザの評価をお願いします。星5だね。安くて美味しいからおすすめなのだ。薄めだけど生地はもちっとしていて、耳は厚みがあってパンみたいなのだ。冷めてる場合はレンジで温めてから食べてほしいね。ロピアなら追加で乗せる具も見つかるでしょうし、たまに買うのもいいかもしれないわね。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。ロピアのマスコット、ロピタの好きなものはお肉と楽しいお店、嫌いなものは賞味期限切れの食材なのだ。また見てね。